こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、リアル1週間の朝スキンケアを取っていきたいと思います。毎日取り続けてちょっとそれをまとめてみるっていう感じなんですけど、つぶこぶ言わずに始めますか。それではスタート。で、私がいつもスキンケアは、まあ、その日の肌の状態によっていろいろ変えてるって言ってるんですけど、なんかどういう時にどういうのを使ってるのかっていうのを少しお見せできたら楽しいかなと思って、リアルな感じで撮ってみたので最後まで見ていただけると嬉しいです。イイ、はい、今日の朝のスキンケアはこちら、クレドポーポーテルセラム美容液を最初に塗ります。で、今結構調子がいい感じなので、シンプルに肌をきれいにしてくれるようなこの導入美容液を塗り、で、ちょっと馴染んだなって思ったらこちら、クレドポーポーテローションイドロシーで、これコットンに馴染ませてって書いてるんですけど、私はもうね、いつも手でやってる。なんかこの後すぐメイクをしたいので、肌の基盤を整えるっていう意味で保湿をしっかりしながら割とさっぱりめのやつを使います。首を流してリンパをむくみを取る、耳回し。原液はずっとこれなんですけど、こちらミルキーマルジャン、そんな濃くではなく薄めにのせます。朝の洗顔はこれを使いました。ディオールのサスティナブルホイップクリームクレンジングソープで、これは洗顔料とメイク落としどっちも入ってるやつなんですけど、こんな感じで泡状で出てきてくれるタイプ、まあ、最近暑いしちょっと皮脂多めにね、寝てる時に出ちゃうから、こういうので洗って、もう水で何十回も綺麗に洗い流してからのさっきのスキンケアっていう感じです。1日目の夜スキンケアはこちらです。サミのローズソフトナー導入美容液。ダーマペンをこの前してだいたい1週間ぐらい経ったんですけど、やっぱりダーマペンして肌に刺激を与えたので、最近すごく優しい系のスキンケアをしていて、だいたい肌復活したんですけど、ちょっとスタンダードな感じのサミの導入美容液を使います。ある程度浸透させたら、今日はパック、メリヒールのNMF アクアリングエンプルマスク EX、 水分をねとにかくたっぷり与えたくて、なんか水分のジェルで常に肌を覆っておきたい状態。今はメディヒールのこのシリーズはやっぱ使いやすいしスタンダードな感じなので、そしたら残りの美容液取って、より保湿したいところに足す。余ったら首や体に塗りたくる。すごいツルツルだよ。そしたら目の周りとかこういうほうれい線のところは少し乾燥が気になるので、この乳液をつけます。ミルキーエマルジョン、あんまり重くないテクスチャーの乳液。目の周りとかね、忘れずに塗る時も優しく。こんな感じでスキンケアの終了です。2日目の朝スキンケアをやっていきます。今日は顔をこのオリジタルの石鹸で、ここら辺とかなんかここら辺が赤くなってて、鎮静系ワンシングの化粧水使います。やっぱさ、昨日さ調子いいって思ったのにさ、今日またこの眉毛のとことかこことか赤いポツポツがある。1日で変わっちゃうんだよ。そしたらこちら、アヌアのオーソンチョ 80% スブンチンジョンエンプル、結構とろみのある感じのアンプルです。なんかちょっと荒れちゃった時とか水分で浸水させてくれて、保湿力はしっかりあるんですけど、そんなベタベタな感じにはならないので朝使っても使いやすい。で、最後クリームはこちら、 AT 四角クリーム、これも割とさっぱりしてる感じなので朝におすすめ。今日のスキンケアはこんな感じです。2日目の夜スキンケアは最初こちらです。スキンモイスチャーローション。今日は使いたい美容液があるのでパックではなくて、もうそのまま仕上げてしまいます。こういう風にパックしない日は割と化粧水を本当にたっぷりつけて美容液塗って、クリームもしっかりしたやつを使って朝まで保湿がなくならないようにしてます。ちょっと浸透するまでなじませます。今日はね、一日朝からメイクしてたから
もう早く帰ってきて速攻お風呂入っていち早くメイクを落としました。そしたら今日の美容液はこちらです。マノコンジャンのビピダバイオームコンプレックスエンプル。この前ヒョクくんとコラボをさせていただいた時に教えていただいて、もう速攻で買おうって決めてゲットしたアイテムなんですけど、アンチエイジングにいい成分が入ってるみたいで、ヒョクくんのね教えてくれた感じがすごいわかりやすくて、もうすぐに欲しくなってすぐ買いました。ヒョクくんとのコラボめっちゃ楽しかった。こんな感じ、結構ベタベタするから夜用の美容液らしい。なんかこのアンプル今日初めて使うんですけど、こうやって塗ってる時は割とサラサラというか軽い感じだけど、こうやって肌に浸透してくると結構もちもち感がすごいですね。そしたらデラメールのザ・モイスチャライジングソフトクリーム。保湿力はしっかりあるけどそこまで重くなくて、デラメールのこのシリーズの中では割とさっぱり感のあるやつ。でももうもっちもちです。もっちもち。はい、2日目のスキンケアはこんな感じです。3日目の朝スキンケア見てください。ニキビを潰してしまった。我慢できなかった。ゴワゴワ感じがするので、タミヤのローズソフトナー。てかさっきねカメラを落としちゃって、大丈夫かあなた。そしたらランコムのラクリフィックデュアルエッセンスローション。やっぱね、ソフトナー先に塗ると肌がちょっと柔らかくなる感じがするんですよね。クリームはいつもこれミルキーエマルジョン。おでことほっぺはいい感じなのに、やっぱ T ゾーンとかちょっとこの顔周り系も肌触りも良くない。中心部分は厄介です。こんな感じで3日目の朝スキンケアは完成です。夜スキンケアをやっていきます。まずはじめにこちら、これはカーボネイテッドミストで、これを一吹きじゃない、ね、1、2、3、4吹きしたらちょっと置いときます。今日はね疲れ切ってるので、特別っていうよりはなんか時短な感じで、でもしっかりスキンケアできるようにしていきます。その間に体をね保湿します。ラベンデのトリクセラ NT フルイドミルク、全身用保湿ミルクです。結構この乳液の香りが好きです。石鹸っぽい感じ、スーッと伸びてくれる感じだから体にも塗りやすい。ある程度乾いてきたらもう一回して体の続きをやります。ミストを何回か重ねるだけでも保湿結構されるから、ちょっとめんどくさいなーっていう時とか、パパパって済ませたい時おすすめです。手をきれいにしたらなじませます。そしたらスキンモイスチャーローションを重ねる。これをつけたら今日のスキンケアはこれぐらいにしときます。おはようございます。今洗濯物を回してしまい、ちょっとうるさいかもしれないんですけど、4日目の朝のスキンケアをやっていきます。アミューズの化粧水ですね。めちゃめちゃサラサラって感じ、夏にすごくいいと思う。うん、いい感じ。ちゃんとしたしっとり感が出てきました。で最後にこれがフィトンシカエコセラミドクリーム。重たくないけどそのクリーム感はある。ジェルとかじゃない、ほんとクリームっていう感じ。このクリームまで使うと結構夜のスキンケアでもいいかなっていう感じかな。朝に使うなら少し時間を置いてからメイクを始めた方が良さそうです。でここにね、私ニキビ潰してなってるのでこれを貼ります。オリーブヤングのキュアプラスニキビパッチ。でもスキンケアした後だとちょっとね取りやすくなっちゃうと思うから、少し実習オフして今日は、メイクしなく予定なのでこれで終了。やべえ、自然ですよねこのオリーブヤングのやつ。今日はこれでおしまい。はい、今夜のスキンケアはまずこちら、タミヤのルミエールバイタル C。 導入美容液としても普通に美容液としても使えるので万能ですね。これだけでもちもち。今日はパックをしたいと思います。パックこちら、アヌアのグリーンタンジェリンビタダークスポットマスク。シートはねこんなプルンプルンな感じ、気持ちいいですよ。この美容液結構トロトロジェルっぽい感じの美容液です。夜にやるのがおすすめです。結構美容液もしっかりした保湿力があるので、余ったものは体に塗る。パックを20分ぐらいしました。
保湿たっぷりな肌なので薄くクリームを塗って今日はスキンケア終わりたいと思います。ジェルっぽい美容液だから美容液が垂れてこなくて良いですね。そしたらクリームはアミューゼのクリームを使います。そんな重くないんですけど、このぐらいのクリーム感あるやつつけても寝る時だったらちょうどいいかも。こんな感じで今日のスキンケアは終わりです。おはようございます。見てこのツルピカな肌なんですけど、今スキンケア何もしてなくて、フルモアのクレンジングジェル、これ朝洗顔にも使えるやつなんですけど、これで洗顔して今からスキンケアをするところです。で、今日はちゃんとしっかり落としたから、クレドボーポーテのルッセラム、ベストスキンケアにも出したアイテムかな。そしたら化粧水、これはシシっていう時間差保湿化粧水。これね、なんかすごい面白くて、なんか時間差で保湿をしてくれるものなんですけど、やりたてはもちろん保湿がちゃんとされてると思うんですけど、ちょっと時間経つにつれて乾燥していくじゃないですか。それを時間差でなんか保湿をもっと継続してくれるアイテムらしい。水みたいな感じ。塗り心地はしっとりしてます。今日はむくみをなくしてメイクをするので、とりあえずスキンケアだけやります。3回目。そしたら最後の仕上げは膨張率多いこのメディケーマルジョン。今日の朝スキンケアはこんな感じです。はい、今日の夜スキンケアをしていきます。今日はですね、お家でずっと撮影をしていて、洗顔だけしてもう寝ようと思います。最初にこちらイニスフリーのグリーンシードセラム。今日はメイク落としてっていうだけなので、特別っていうよりは、まあ、簡単にちゃんと保湿がなるように割とさっぱりしたスキンケアをしていきます。そしたらこれ登場率多いかも、ベージックのトリートメントローション。こういう赤くなっちゃった時も使いやすいし、保湿力高いんですけど、テクスチャー的に重すぎないから使いやすいし、何使うか悩んだ時ベージックが多いかも。これ2回スキンケアしてる顔ってどんな感じ、みんな見てて顔やられてるからさ、結構顔すごいですよね。なんかね、すぐ赤くなっちゃうんですよね、ちょっといじったりしただけで。 C チャンネルの時とかは何回つけて落としてつけて落としてってやっても全然荒れなかったんですけど、27とかかな、赤くなりやすくなっちゃいました。肌質がちょっと変わった気がする、昔とは。たらもう乳液を塗っておしまい。今日はこれ気に入ってます、アミューズの保湿に蓋をする。はい、今日のスキンケアはこんな感じです。今日の朝スキンケア5日目。今日はですね、メイクをすぐにするのでパックとかはせず、すぐメイクできる状態の肌にしていきます。まずこちらファミュのローズソフトナー。このほっぺとおでこは割とね今いい感じなんですけど、この鼻周り、この小鼻のところがちょっとザラつきを感じております。こちら化粧水、イプサーのザ・タイム・アール・アクア。なんかこのイプサのやつ、保湿力あるのになんか肌がふっくらする感じがする、柔らかくなる感じ。そしたらクリーム塗ります。クリームはもうおなじみのこちらミルキーエマルジョン。これが一番登場率多い気がする。クリームがねいいの持ってないというか、気に入ってるものがあまりないかも。乳液とかクリームでおすすめのあったら教えてください。スキンケアの完成。5日目の夜スキンケア、6日目、どっちだ。今日のスキンケアやっていきます。まず最初にお風呂上がりすぐ塗ったのはこちらフレドフォーポーテルセラム。なんか荒れてるというかヒリヒリする感じ、今皮膚が。なのでビタミン C とかではなく、肌に刺激がないっていうのを選びました。でこちらアングリーディエンツ、このパックをやっていきます。これ私初めて使います。会社に行ってからこれをいただいたので使ってみようと思って。シートは結構ジェルとかプルプル系とかじゃなく、ほんとただのシートっていう感じ。割と薄めかな、厚手ではないです。あ、すごい香りが、アロエみたいな匂いする。パックの肌への密着度がすごいいい感じです。大きすぎず小さすぎずっていう感じかな。結構とろめのある感じの
美容液ですね。なんか毎日毎日体にも化粧水とかつけてると、つけてない時の肌の突っ張り感とかがすごくよくわかるので、毎日やってたね、すごいいいです。で、ある程度もうやっちゃったのでパックを伸ばします。なんかシートもすごく柔らかくて気持ちいい。パックした後ちょっと時間置いたんですけど、なんかこうやってもちもちなるのに表面は乾いてる感じがするので、これマニョコンジャンのビビーダバイオームコンプレックスアンプル、集中力を高める。そしたら連続で多分使ってると思う、このアミューズのクリーム使います。はいって感じで、今日のスキンケアはこんな感じです。今日の朝スキンケア、顔が今日はもうパンパンです。今日はお水だけで顔洗ったので、まずこれ VT シカーマイルドトナーパッドで拭き取りします。これはこのデコボコの方を、首ね、意外とね汚れが取れるというか、でツルツルの面で拭き取る感じですね。なんか昨日この鼻のね周り荒れてたというか、ちょっとヒリヒリしたんですけど、今もちょっと今鼻かんだから赤くなったけど、ちょっとマシになりました。で、化粧水、これもちょっと初めて使ってみるやつなんですけど、これはオングリエンツっていう、夜のスキンケアでパックを初めて使ったんですけど、そのブランドと一緒。いい感じ。この肌に塗った感じがちょっととろみのあるテクスチャーですね。ベージックと似てるかも。一回だけ塗ったのに結構もちもちになる。この化粧水好き。結構保湿力ありますね。美容液もたっぷり塗ると多分ベタベタになっちゃう気がするって。じゃあこれはアヌアの、オーソンチョ87分チンジョンエンプル、そしたらちょっと軽めの乳液、これがファミューのフラワーエッセンシャルモイスチャライザー。やっぱファミューは香りがいいですね。割と軽めだと思うから、夏のスキンケアとかにもすごくぴったりだと思います、この乳液は。じゃあちょっと時間を置いてメイクはしたいと思うので、今日はこんな感じで終わります。はい、今日の夜スキンケアは半身浴を30分40分ぐらいして、もう顔がねめちゃめちゃほてってるんですけど、最初にこれを使いました。ファミュのルメールバイタル C。 今日ちょっと撮影で日を浴びる時間が長かったので、ちょっとビタミン C 系の導入液をしてパックをします。これは仲良しのアリサさんっていう、今台湾に留学行ってる大好きなお姉ちゃんなんですけど、そのお姉ちゃんにいただいたパックです。で、台湾のパックなんですよ。これは美白系のやつなので、ちょっと今日使ってみたいなと思って使います。シートこんな感じ。美容液は結構とろみのある感じですね。20分ぐらい経ったので取ります。いい感じ。保湿力がすごく高い。このまんまクリーム塗って終わってもいいぐらい。ほら、すごい。そしたら保湿すごくしっかりされてるので、今日もこのアミューズのクリームを塗って終わります。ちょいたっぷりめ。あまり重いテクスチャーのスキンケアは使わないんですけど、夜はやっぱ寝てる間に乾燥しちゃったりするので、やっぱしっかり保湿はしますね。じゃあ今日はこれで終わりです。はい、って感じで私の1週間リアル朝スキンケアをまとめてみたんですけど、いかがでしたか？まあ本当に使うものはその日によって違っていろいろ組み合わせながら、その時の肌の状態に合わせてベストな、まあ、アイテムを使って、なんか肌がいい感じになるように私は頑張ってるっていう感じですかね。って感じで、この動画が楽しかったり少しでも参考になるなと思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。그럼안녕.